ポルスキーフィアットは、かつて、ポーランドに存在した乗用車ブランド。このブランドの乗用車は、イタリアのフィアット社からライセンス生産の認可を受けた、車種を、ポーランドの工場が製造、または組み立てて生産したものであった。プッシンズ製造のポルスキーフィアット508スリージューン、ポルスキーフィアットは、国営企業、プッシンズのワルシャワにあった自動車工場で、 自動車のライセンス製造を行うために、ポーランド政府がフィアット社と協定を結んだ1932年に生まれた。ポルスキーフィアットの車は新たに設立された、ポーランド系イタリア企業のポルスキーフィアット SA によって販売、アフターサービスが行われた。ポルスキーフィアット最初の車である小型車の PF508i は、 イタリア製の組み立て部品の供給を受けてノックダウン生産されていた。だが、その後の車種はポーランド国内で組み立て部品を調達するようになり、1930年代半ば以降のプシンズはすべての自動車製造を行うようになった。しかし、第二次世界大戦の勃発を受け、 ポルスキフィアットはドイツがプッシンズの各工場を摂取した1939年に消滅した。主な製造車種は以下の通り。なお、PF はポルスキフィアットの略称。ポーランドで開発された特殊な軍用車種、FMS 製造のポルスキフィアット 126P1965 年、ポーランド政府は自国の自動車工業におけるフィアットとの 取引関係を結び直し、フィアット社の自動車モデルを、ポーランドの国営企業が製造することで合意した。これにより、ポルスキフィアットは、自動車ブランドとして復活することが決まり、1967年から、フィアット125のライセンス社である、ポルスキフィアット 125P が、フッ素社によって市場へ投入され始めた。当初、フッ素は、 組み立て部品の供給を受けて 125P をノックダウン生産していたが、1968年以降は自社製造を1991年まで続けた。ただし1983年以後はライセンス執行を受けてブランド名がポルスキフィアットからフッソへと変えられている。他方でポーランド政府は小型車であるフィアット126のライセンス。 製造権も購入し、ライセンス車のポルスキフィアット 126P が1973年から2000年までの間に FSM 社の工場で製造された。しかし、一時はフッソと FSM の2社にまたがったポルスキフィアットのブランドは1992年のフィアットのポーランド進出により FSM がフィアットに買収されたことで消滅した。 それ以降のポーランドでは、フィアット社の自動車モデルは、1993年、創業開始のフィアットオート、ポーランド社によって、フィアットブランドで製造、販売されている。CWST-1 カレタハットプシンズ、正式名称は、パンズ・トゥアオ・ザ・クレディ・インザイ・ネローゲン。1928年に、 国有の工場と科学研究所を統括するために設立され、軍需産業と軍用、民用車両の製造を担っていた。1944年のワルシャワ放棄時に本部組織が破壊されたが、第二次世界大戦後に国有工場は各工場の独自生産体制に切り替えられたため、プシンズはそのまま消滅した。ワルシャワの自動車工場は、戦車、 走行車オートバイ、貨物自動車といったポーランド軍の機械設備の整備を行うため、1918年に戦争問題省が創立した自動車製造企業 CWS 社をその前身とする。1925年にポーランド発の国産乗用車である CWST-1 の製造を開始し、後に即ブランドのオートバイ生産も行った。 CWS 社は1928年に軍需産業の再編成を受けてプッシンズの一部となり1944年のワルシャワ放棄時に破壊された。ただしエンジン等の機械構造ではフィアット1300、1500で使われていた旧型の技術が流用されていた。ビエルスコビアワに存在した自動車製造企業。正式名称は ファブリカサモコドーマリリートラゾワウィッチ。1972年から1983年にかけて小型車のフッ素シレーナを製造していた。ありがとうございます。